こんにちは、トルーパーズの山中です。今回は USCR-M4系 見えない、まあいいや、はい、ダブルマガジンポーチ各色を紹介いたします。一つのポケット、一つのセル、こちらですね。こちらに M4 のマガジンが1本、こっちから入れるとか、2本、よいしょと、収納可能な合計4本収納ができてしまう、うん、便利なマガジンポーチ。またよいしょと、他の2本 M4 のマガジンが2本入るということで、他の G3 系なんかを入れてみても、結構余裕で入ると、入れやすいと。見えてた、はい、こう。そして、はい、ポーチ泣かせの G36、 こちらもスポッと、ね、入れやすい。そして最大級 HK417、ね、ご購入はホビーショップフロンティアさんでマガジン売ってます、はい。でこちらを入れてみると、はい、入りませんでしたこれ入らない、これ入んないのかな、これは無理だろうな、あれこれ無理だね、はあ、で417は入らないと。なんでサングラスしてるんだ、さっきあの同じようなシングルのやつやってたから、毛色変えてみようかと思って、そしたらなんかアンチョコも読みづらいし、もういいや、かっこよくなりたいそんなんでこちら各種マガジンも入るんですよ。であとはこういったあのハンドガンなんかもホルスターとして簡単に使えるというので、こういったベルトはもちろん、ベストなんかにもこういった胸の、お腹周りにつけてもかっこいいと思いますし、そうですね、あとどうなんだろう、ペットボトルなんて入んないのかな、あ、なんとか入んじゃない、入れ、あんまりなんか太めのやつだと入んないかもしれないですけど、こんだけ刺さっときゃいいんじゃないですかね。よいしょっと、はい、こんな感じでね、よいしょ、まあ、そんなわけで、なんだろう、初心者の方におすすめ、こういったマガジンポーチっていうのは、実際に警察やミリタリー、米軍、世界中の軍隊に納入されている各ギアメーカー、装備メーカーですけどもが、いろいろこう作っているやつは軽量だったり、素材が本当にタフだったり、非常に品質が高いやつなんかは、こちらのマガジンポーチだけで、1万円、2万円って言ってしまう高品質のもあります。ただね、やっぱサバイバルゲームとか、あとどうせこういった、ね、便利なもの、こちらの、漏れシステムによってベルトとかベストやバッグなんかにもつけやすいものなので、こういったものでスマホを入れてみる、または、ペットボトル入れてみると、屋外での活動とかそういったものとかでも使えたらいいなと思って、ちょっと最近安いやつをちょっといろいろ揃えて います、はい。そんなわけで、下の説明欄にリンク貼っときますから、よかったら、検討の方をよろしくお願いいたします。カラーはこちらのコヨーテ、ウルフブラウン、ウルフブラウン、ね、でこちらがレンジャーグリーン、かっこいい名前、緑色ですけどね。そしてブラックの3色があります、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。